もう来てたか。さあ、ケツの置き場を探そう。すぐに始まるぞ。でテメリア人を殺したのは誰よ。静かにしろ。音楽を聴きに来たんだ。人殺し？戦争中なのよ。珍しくもないわ。おい、言い争いはどこか別の場所でやってくれ。また喧嘩か。ここは上流階級向けの店と聞いていたんだがな。ゲラルトは自分の頭を危険にさらして人のケツを救うやつだ。救うですって？人を殺したのよ。
そう熱くなるな。扉は向こうだ。外でやれ。ごちよ。私は音楽を聴きたいの。音楽よ。世界の文化の中心か。聞いて呆れる。紹介しよう。こちらがプリシラ、またの名はカロネッタ。彩色兼備の素敵な女性だ。そして彼はゲラルトね。知ってるわ。ダンデリオンがよく話してくれたから夢中になって聞いたわ。驚かないで。ウィッチャーと女魔術師の恋なんて物語の題材としては最高でしょ。失礼、女魔術師たちね。